ポピー原宿おめでとう。すごい、おめでとうございます。できました。できたよ、みんな。ようやく完成しました。ちょっと待って、道行く人が可愛いって言ってくれた。嬉しい、嬉しい、胸がときめく、ドクドクドク。よし、落ち着こう。これが初めてのお店、ポピーです。じゃーん、ポピーです。イエーイ。ありがとうございます。お店を出すんですよ。可愛いね。ありがとうございます。似合うわよ。あ、嬉しい。これも作りました。ね、ありがとうございます。綺麗がいいね。嬉しい。年取っても着てもいいんだよ、この柄はな。あ、そうですよね。年齢関係なく。ね、うん、あ。ここお店出したの？はい。あんたが？出しました。おろいらいじゃん。頑張ります、うん。頑張って。ありがとうございます。いいね、また今度見せてもらうから。来てください。ありがとうございます。これがポピーです。なんか泣きそう。ダメ、今は泣かない。このギンガムチェックのこの屋根はどうしてもテントをつけたくてつけました。ここのウェーブがこだわりです。柔らかいウェーブを作りました。そしてこのタイル、キャーイ、こうやって写真撮ってね、来た人は。このタイルはね、私のお友達のスイーツデコレーションアーティストのクニカさんと一緒に作った柄なんです。だからすんごくね、タイルって冷たいイメージがさあるやんか、結構。だけどすんごい暖かくてふわっと柔らかいイメージのタイルに仕上がったの。かわいいよね。で、この外観の緑とこの黄色のイメージ、これはすんごく迷った。色さ、もう塗っちゃったらさ終わりやん。だからかなり最後の最後までどのぐらいの緑にするかとか木にサンプル書いてもらってめっちゃ迷ったけど、最高にしっくりくる色になりました。それではみんな入店します。じゃじゃーん、いらっしゃいませ。出迎えてくれるのは大きな木です。あの、なんで気を作ったかっていうと、店内にいながらも公園にいるような自然を感じられるようにしたかったから。キュッ、キュン。あ、どうぞどうぞ。失礼します。私的にはこっちがウィンドウになる側なので、はい、ここが窓で、ここが扉、はいはいはい、っていう形です。硬いんですか？硬いです。あのお店の中にあの木が生えれてまだ想像ができないけど、でもすごいインパクトだよな。すごいですよ、お店に木で、ね、ぼうぼうと覆い茂る木です。もう天井にまでくっついちゃった。そして店内はこんな感じです。今日は工事が、解体工事をしてて、中は空っぽです。いよいよ、本当にここから始まるんだと実感します。本当に一から作るんだと思うと、期待もあるけど、すごく不安もあります。緊張します。感情が湧き上がってきた。涙が出てきた。何の涙かわからない。期待と不安でいっぱいですが、ワクワクが最高潮です。私はワクワクはハッピーなだけじゃなくて、期待と不安が入れ混じった、それでもなんか自分にとって楽しみやなって思えることがワクワクっていう言葉だと思うので、私の中の。だから今は本当にそのワクワクなんだなと思ってます、今。そう、
一つ一つね、手作りの家具とか重機がほぼだから物語があるわけ。ここ試着室なんやけど、まだ中見てほしいんやけど、まずこの扉、この扉はパッチワークでこんな風にいろんなお花の柄の生地を組み合わせて作ってます。この紡ぎ合わせるのも手作りでね、塗ってもらってね、一つ一つちょっと見てもらいたいです。そしてこの大きな古時計も、ここに咲いてるのは何かわかりますか？ポピーです。ポピーのお花が咲いてたり、見て、このランプシェードも手作りで一つ一つ生地を選んで作ったものです。かわいいやろ。このウェーブの部分がめちゃくちゃかわいいなって私は思ってます。そしてこの辺に置いてあるヴィンテージの雑貨たちは、私がヴィンテージショップから買ったものです。でな、ここのな、壁のこの高さの部分が何にもなくて寂しかったから、布を買ってきてこうやって垂らしました。お家にもこうやって垂らすの簡単やし、いいかも。で、こだわりポイント見てください。ハンガーも作りました。ポピーの象徴的なお花柄入れました。可愛くない？なんかぬくもりある木に彫ってあるお花がめっちゃ可愛いなって、ほっこりするなと思って。花の質とかにもめちゃくちゃこだわってさ、何個もやり直して、色とかさ、どういう塗装するかとかさ、もうほんまに緊張した。だってな、このな、木とか古時計の木とか、こっちの本物の木とか、色のバランスとかがめっちゃ怖かったよね。ちぐはぐすぎてもあれやな。でも全く一緒でも変やな。涙出てきてまうわ。そしてここはレジカウンター、こっちはと言いますと、試着室です。めっちゃ可愛い試着室ができた。試着室のここのテキスタイルもオリジナルで作った。こんな感じで写真撮ってね。お花がなんで好きかというと、やっぱり可愛いっていうのもあるけど、いろんな人をすごい美しく素敵に見せてくれるやん。だから私は大好き。ここの壁の色は私の大好きなポピーイエローという風に名付けたんですけど、勝手にポピーイエローです。このね、ポピーイエローはね、なんかこういう深い色とか淡い色、どっちも結構合いやすくて、私大好きな色。すごく柔らかくて、でもこうキュートすぎなくて、合わせる色ですごく雰囲気が変わるから大好きな色です。こんな風に盗んだバイクで走り出す。この絵本も買いました。かわいい。これな、実は後ろがかわいい。ワンコが可愛くて、ダーク、ぜひ手に取ってみてください。ここにいるのは店長です。店長は日替わりで場所が変わるので見つけてください。で、こっちが新作の春服、これ予約のものです。で、こっちら辺はアーカイブで今まで作ったものを一部販売してたりとか、店舗限定のものがあったりとかします。この辺は店舗限定のものです。このアクセサリーも店舗限定のものです。春服の新作は予約のアイテムなんで、こう実際に持って帰ってもらうものを作ろうと思って限定のアイテムを作りました。パキュン。店舗を作った理由はね、実際に体験してもらえる場所を作りたいっていうのがあって、ポピーの世界観を実際に目で触れて体で体験してもらう場所を作りたかったのと、今まで音楽とかファッションとか YouTube の映像とかいろんなもので自分の世界観を表現してたけど、空間っていうのは作ったことがなかったからやりたいってずっと前から夢だった。あともう一つは、好きな世界観が同じ友達に会えるってさ、すごく幸せじゃない？私昔は結構神戸の学校やったんやけど、好きなものが同じ友達ってすっごく少なくて、だからなんか自分のファッションに恥ずかしいなとか、これって誰も可愛いと思ってへんやろなとか、自分は可愛いと思ってるけどすごい自信なかった時期もあって、それやったらなんかみんなと同じ可愛いもの持つかみたいなとこまで思ったことあるけど、でも自分と同じものが好きな友達に会ったらすっごく共有し合えるし、ハッピーをシェアできるし、こういうの知ってるとか、いろんな新しい発見もあったり、好きがすごく深まるなって思って、だから好きな世界観が似てる同じ人同士がつながれる場所を作りたかった。ここがそうなればいいなって思うし、これからどんどん同じ世界観が好きな人が集まって、これ可愛いよねって、そしたらどん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 この輪が広がっていって、ポピー以外にも私の好きな世界観でいろんな店を作っていって、スイーツ屋さんできて、遊園地ができたとか、カフェができたとか、ルームウェアブランドができた、どん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 こうできていったら一つの街になるなって、だからマーチを作りたいなっていうのがあります。まだまだ先のことかもしれないけど、だけどそういうつながり合えるきっかけにもなるなと思ったから作りたかったです、すごく。だからお店には自分の好きをふんだんに
に詰め込みました。ポピーはね、柔らかくて温かくてお日様のような、そんな人に来てもらいたいなっていうのがあります。そしてスタッフさんなんですけど、ポピーオーディションで決定させていただきました。ミッチー。 Looking around here, you think sure she's got everything。 ライカ。なんかその場所にいるアイドルみたいな存在になりたいなって今思ってます。なるほど。モンチ。私は身長が低いのでうまく服を着れないことが多くて。リコ。はい、これがこうやってなって、かわいい。こんなので、かわいいね。はい。のスタッフのみんなに支えてもらいながらポピーやっていきたいなと思います。来てもらった人が次回行くのが楽しみになるっていうような、いろんな工夫とか仕掛けをして待ってます。私はこれからもワクワクをたくさんのメンバーと一緒に叶えていきたいです。ファンのみんなも。アイリーちゃん、温かいコメントとかしてくれて、すごい、この1、2ヶ月はめちゃくちゃ締めました。ありがとうございます。これからも応援してください。というわけでポピーオープンです。あーやばい、顔絶対やばかった。漏れてなすぎてやばい。うわというわけで、やっぱというわけで、このお店でたくさんの物語をこんな泣きながら言うことじゃないねんけど、たくさんの物語をここで1ページ1ページ広げていきたいと思います。その物語の登場人物にみんななってください。どういうこと？みんなのおかげで夢が叶いました。これからもよろしくお願いします。ワクワク、これからも一緒に楽しんで追い求めていけたら嬉しいです。じゃあねー。ありがとう。バキュー。